今回紹介するのは本当に賢い人の丸子を収める交渉術という本です頭がいい人は喧嘩しないというサブタイトルと著者プロフィールの日本一裁判しない弁護士という肩書,を見て本書に興味を持ちました私は相手の気持ちを考えすぎて言いたいことも言えず自分が損することが多くまた 相手が一方的な人だとすぐに頭に来てしまうことがあるので交渉は下手だと思っていますでもこの本を読んで下記のような学びを得ました人生は交渉の連続だ自分には十分に準備しておくという習慣がなかったスピード決着を心がける自分の主張要求より相手の主張要求を先に聞く 十分に聞く。相手の景色という見方が大事。バトナを知り、勝つのではなく、喜んでもらえる。戦略を立てる。過去を持ち出さず、未来を語る。伝える内容よりも、伝え方が大事。リアルに会うことが大事。交渉相手の4つのパターン。ピークエンドの法則。特に、最後のケース別実践例は、具体的に状況がよく理解でき、なるほどを。 こうすればいいんだ、と納得でした。たまたま、価格値号をしていて、結果としては、自分が思うようにはうまくいかなかったのですが、この書籍を読んで、ピークエンドの法則を適用し、自分の悔しい感情を押し殺して、相手に感謝を伝えました。相手からの返事はまだありませんが、その返事の有無にかかわらず、 自分の気持ちがすっきりしてストレスが一挙になくなりましたこのように自分自身がストレスから解放されるということも大きなメリットだと実感しました以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったらチャンネル登録をお願いいたします